金沢市では梅の実が収穫され、初出荷を迎えました。明日には店頭に並びます。JA 金沢市の梅深いには34人の生産者がいて、石川県産の石川1号やベニサシをはじめ、多くの品種の梅を栽培しています。今日は金沢市の大桑町にある歩場で、生産者がベニサシを一粒一粒収穫していきました。

今年は去年より多い14トンの出荷を見込んでいます。